どうもくまちゃんです。くみちゃんです。じゃあ今日はジーパンをねちょっと修理リペアするために洗ったんで、でここをねリペアしていきます。ここ、自分でねリペアしていきます。こんな感じでパックリパックリいっちゃってるんで、ひげのあれで、そうひげのところがねやっぱりだんだんね切れちゃったね。そう切れてくる。なんかここもちょっとねもう弱り始めててね、破れそうな感じだね。だからここを手縫いで、せっかくねちょっと横糸がね残ってるんでね、ここをね生かしながら手縫いしていきたいと思います、今回。で縫い方なんですけど、まあどんな、まあめちゃめちゃいっぱい縫い方あるんでね、普通自分のリペアしてもらったのだと、なこういう感じのもう叩く感じでやるパターンと、ミシンの場合はで、ここをまあ横糸残す感じで、この周りを縫うってこの感じで、今回はこういう感じに糸を残してねやりたいと思いますの でその縫い方もまあ手縫いなんでね、いろいろ、そういろいろね縫い方ができる、ね、どんなやり方でもできて、まあこういう感じ、前はこういう感じでね、これももし横糸残ってたらまあ周り縫うような感じなんで、まあ今回もこういう感じなんですけど、まあ今回はねチェーンステッチっていうね縫い方で縫いたいと思います。チェーンステッチってほぼほぼ二重間縫いって言って、2回ループを作って縫うっていうチェーンステッチがね多いんですけど、まあ今回手縫いなんで一重間縫いっていう縫い方でやっていこうと思います。当て布は、じゃじゃーん、これじゃじゃーん、小山で買ってきたセルピチデニム。なんで、じゃあね、なんか留めるのはまあ別に何でもいいんで、今回はこうやって両面テープ貼って、まあ、専用のね上から貼っつけてさ、アイロンすればくっつくやつあるよね。まあ当て布してこんな感じ。今あとつけます。本当はねチョコペン。そうチョコペン。チョコペンないんで。あ、もう無理でしょ。じゃあ塗っていきましょうかね。はい。今内側から。でまあ、これね全然これ一本今ね二重にしてるんですけど、まあ、全然一重でも好みでやってください。強度が強そうなのは2本だよね。でこれ下から出して今ちょっと戻るんだよね。ちょっとだけ戻ってで、ここを輪っかを、くるっと、こう輪っかかけて、でこれで出すっていう、大きすぎない、大丈夫と思うよそれで。でここの輪っかの内側、ここから刺して、でまたもう一個ピッチを進める、その等間隔でやるのがポイントだね、等間隔で力も同じぐらいのかけ具合にした方がいいね、しないと手縫い、でここでまた輪っかをかけます。あ、待って、オートフォーカス、おかけるの大変やな、こんな感じ、ダメ目、ちょっと見せて、はい、で、また中側に入れて、こんな感じ、同じ幅でこれでまた輪っかかけて、基本的にクマちゃん器用やから、ほんと、ちょっと ほとんど同じ位置、ちょっとレザークラフトみたいな感じ、だいぶ進みました。こんな感じか。いいんじゃない？これで一回ここで一回止めようか。
後ろから見ると後ろから見ると普通に縫われてる感じだね。うん、ほんで前から見るとチェーンステッチもあって、うん、こんな感じ。よっしゃ、どう？できた。全部？うん、ここを最後いつもこっち側に通して次のやつ縫うじゃないですか。うん、それを次のところ一個進めて、うん、刺して、でこれで後ろで玉結びすれば、うん、ほら、うん、いいじゃんいいじゃん。なるほどね。うん、じゃあ完成しました。バチバチ。おお、チェーンステッチに見えるね、ちゃんとね。うん、で、あんまりこんなにここまでボリューム感いらないなって思う人は、うん、まあ、1本で、うん、ね、やれば、うん、この半分ぐらいのボリュームになるんで、うんうん、一重でやればね。で、後ろは、後ろこんな感じ。うん、普通の縫い方だね。うん、てるみたいだね。おー、いいじゃん、いいじゃん。できたね。うん、超目立つな。めっちゃ目立つ。めっちゃ目立つな。直しましたか。ちょっとまた履いて、どんな感じに見えるか、また今度履いてみようかな。はい。はい。で、他のところはまあ修理。うん。ここの膝下のとこと、膝下のとこ、ここね。うんまあ、ヌーディーのリペアに出します。よし、じゃあ今日はチェーンステッチの手縫いの方法でした、うん、でした。頑張りました。はい、じゃあせーの、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。